思い出のガンプラキットレビュー集。非公開ガリアン。非公平、ガリアン。非公開ガリアンとは、1984年に放送された、日本サンライズ制作のロボットアニメである、太陽の騎馬ダグラムや、装甲騎兵ボトムズでおなじみの高橋良介監督の作品だったのでござりまする。惑星アースとのボーダー王国は、突如侵攻してきた征服王マーダルの軍勢により、あっという間に城は陥落、ボーダー王は戦死、王妃フェリアは捕らえられ、かろうじて逃げ延びた王子ジョルディは、中心アズベスの孫、ジョジョとして育てられたのでござりまする。やがて、白い谷で伝説の鉄巨人ガリアンと出会ったことで、ジョジョの奇妙な冒険が始まったって話だよ。放送されていない地域も多く、地方じゃ早朝からとか、とんでもない時間帯に放送してるところもあったんで、俺も当時は2、3話くらいしか見れてないのよ参ったねー。大まかなあらすじは、コミックボンボンに載ってた漫画版やアニメ雑誌で知ってたくらいなのですよ。当然、全国的にも知名度はいまいちで、タカラさんから出ていたプラモデルも売れず、半年で打ち切られることになったのですよ。とほほほほー。しかーし、高見義行先生が手掛けたボックスアートは、アニメプラモ中最高の出来という間にはもう多い傑作。このボックスアートにやられちまって、ガリアンの世界にハマった連中も多いはずなのですよ。そうだよね。非公平の独特なデザインにも人気があったもんだけど、ライバルなんてほとんどいない状況だったんで、プラモデルは本当に買いやすかったものですよ。1986年に、東芝映像ソフトから総集編やオリジナルアニメのビデオが発売されると、レンタル料1泊2日で1000円以上の頃なんで、仲間同士でお金を出し合い、ビデオを置いてあるレンタルショップでダビングしてもらったりしたものさ。当時はどこの店でもやってたのですぜ。オリジナルビデオアニメ版のガレージキットを中心に人気が再燃したもんで、おもちゃ屋に売れ残っていたプラモデルも、モデラーたちが買い漁ったりした問題。今も中古屋を中心に、買い漁ってるマニアがいるのでございます。あれ？あなた前にもどこかでお会いしましたよね？ガリアンとは、白い谷で眠っていた最強の気候兵だよ。アーストに悪がのさばるとき、現れて世の闇を払うと伝えられる鉄巨人。通常の気候兵では、束になっても歯が立たないほどに強力な機体なのですよ。武器は、蛇腹剣の元祖と言われるガリアンソード。前腕部に鞭のような状態で格納されており、こいつを一気に引き抜くポーズは、最高にかっちょよかったものなのだー。ローラーダッシュを可能な、足のダッシュホイール機構による高速移動や、飛行形態、ビッグファルコンに変形することで高速飛行も可能。でもねー、空の敵に有効な武器を装備していないという弱点があったんで、ピンチになる場面もあったんだい。後に、ヒルムカによって強化改造され、ガリアン重装解となってからは、射撃武器も搭載されて、攻防ともにバランスの取れた機体になったのだー。キットの値段は800円。ユニオンさんから再販されたタイプのキットだよ。なんと、実製ジョジョのフィギュア付き。ちなみに、タカラさんから番組放送当時に発売されたキットは600円だったのさ。再販が久しくないんで、オークションなんかではプレミアがつきすぎている感じが半端ないねー。このキットの場合、構造に癖があるんで、購入するのはボックスアート目当てのコレクターが多いと思われますですよ。GMs のトイの中古品とかの方が、場合によっては安いからねー。大抵アニメロボットのキットは、主役メカからキット化されるため、高出のキットに比べてやんな感じになるものなんだけど、さすがは宝さん、ボトムズキットで見せた再現度の高さは折り紙付きなのですぜ。ええー、かっこ悪いよこのキット。なんていう方も多かろう。わかるわかる、俺も改造で苦労したからねー。でもまあ、そこは仕方がないところではあるのですよ。なんかヘボいキットを見ると、キットの出来が悪いよねー。とか思うじゃん。原型師が下手なのかな？いやいや、下手な奴が原型師になんてなれるわけねえじゃん。そうだよね。アニメの、ロボットもののプラモが一番売れる時期はいつだと思う？そう、その通り。当然、番組の開始時なのですぜ。あとは新キャラや、強化アイテムの登場直後が定番だよね。売れなきゃてこ入れ、または打ち切りが決まる重要な時期なわけですよ。時間をかけて傑作を一個作ることよりも、キットを数多く開発することの方が急務なわけで。キットの出来とかは、言葉は悪いけど二の次だったりするのが、大人の事情ってやつだよね。当たり前のことみたいに聞こえるだろうけど、当時は、敵にうるさい、頑固な職人仇の職人さんが、それこそ大勢いたらしいのよ本当にね。ゾイドで有名なトミーさんとこが、まさに職人集団だったわけだよ。そうなのだよ。トミーさんは、キャラもののマーチャンダイジングはあんまり得意じゃなかったのさ。大臣のあたりから体制が変わるんだけどね。だからね、これができた宝さんやバンダイさんは、当時からすげえ会社だったのでござりますよ。きっとは、飛行形態に完全な変形ができるのが売りなのでごわす。全然印象が違う形態に変形できる。大河原先生のデザインもすげえけど、それを再現できた宝さんもすげえと、褒めたたえても良いと俺なんかは思いまする。でもねー、完全に各部を再現できたわけではなく、オミットされたディティールも多かったんだよねー。
当時としては破格の可動範囲を誇るすんげえ複雑な下半身に、可動範囲にかなり制限があるんだけれど、丈夫で壊れもしねえ上半身が乗っていたわけですよ。おまけに、唯一の武器のガリアンソードは、ペラペラだよ参ったねえ。なーんて言ってはいるけれど、最初のキットを組んだ時は結構満足した問題。回収するなら、印象が違う頭部の回収は定番だよね。関節はボールジョイントなどに置き換え、強度が必要な股の関節は補強したいところなのですぜ。劇中のポーズを再現するには、肩の関節に引き出し機構を追加する必要があるので、ボディのボリュームアップも兼ねて回収したいところだね。ガリアンソードは削り出しだよ削り出し。意外と、中性風な強肩は素材が少ないのですよ。ハンドパーツは表情に乏しいんだけど、回収すれば使えねえことはないと思いますです。どうすればかっこよくプラモを作れますか？なんて、最近質問が来るんだけれど、そういうのはまず親に聞くもんですぜ。はっきり言って、俺は真面目にプラモを作ったことなんて一度もありません。昔は雑誌の作例もひでえやつが多かったもんだけど、ガキンチョにも頑張ればできる作例だったわけだよね。でも今じゃ、できないねえ。なんか見ただけで、お腹いっぱいになっちゃうような作例ばかりなんだよね。見ただけで満足しちゃうような作例を紹介したら、ガキンチョがプラモなんて買うわけねえじゃんよ。画像をコピーしておしまいだよね。もうなくなって随分経つんだけど、ヒゲのプラモ怪人とかは、そこら辺の強弱がうまかったものだけどね。とりあえず、楽しんじゃえばそれでいいんじゃないのかね。こちら辺では、足のローラーダッシュを再現して、傾斜で滑らしたりしたものさ。キットではオミットされてるんだけど、ホイールは4個あるのだよ。足に重りを入れると結構安定して滑ってくれますのよ、ほっほー。勢いよく落っこちて派手にぶっ壊れたんで、海に返してやりました。イカダに乗って流れ着いたガリアンを見たら、俺のだったと思ってくんねえ。あの頃は、なんだって海に返してたんだろうねー。